3, 4. We were married on a rainy day. The sky was yellow and the grass was gray. We signed a paper.こんにちは、美術学リコです。阿部大輔です。元気ですか？元気です。はい、皆さん元気ですか？55回目ですね。あ、本当数えてんだね。55ですね。そうですね。うん、ということで最初にお送りした曲は、はい、Do it for your love っていう曲です、リクエストにお応えしたポール・サイモンさんの曲でしたね。これはなんか私もリクエストいただいたんだけど意外と知らなかったんだよね。このなんか、うん、題名が曲名がなんかさ、なんていうの、当たり障れないようなさ、うん、よくありそうな題名だったからっていうのもあるけど、なんかでジャズの人もよくやってるってあの書いてくださってたから探してみたら、あーこれ私の大好きなビル・エヴァンスのなんだっけ、アフェニティだっけなっていうアルバム、ツーツ・シールマンスが入ってる1曲目に多分入ってたんだよこれ、うん、ビル・エヴァンスが弾いてて私好きだったんだよこの曲、うん、でまさかポール・サイモンの曲だと思うの。そうだね、うん、いや俺もあとそのハービーのね、ポシビリティにも入ってたし、ポシビリティズにも入ってるし、うん、あと
ジェーン・モンハイトも歌ってるし、うん、デイビッド・サンボーンもやってる、ね、うん、なんか意外とそう、なんか最初聞いてた、聞いてみたらさ、なんかちょっとなんかなんだろう、なんとも言えない、なんかうんって、へえ、なんかちょっととっつきにくいような気がしたんだけど、でもなんか弾いてみたら、弾いて弾いてみたらなんか、あーなんか奥深い、なんかだんだん好きになってくる曲だね。なんかパッと聞いて、あーいいなっていうよりも、なんか後からじんみりなんかまた聴きたくなるような、そんな曲かもね。スルメみたいな、そうそう、歌詞もなんかなんかなんともね、いい、うん、いい感じだよね、うん、なんかさ、このなんていうの、すごいオタクっぽいけどさ、こうやって解決するじゃん、 I do it for your love で、またここから入るんじゃん、なんかさ、ああ、このセブンスのここのなんていうの、6度セブンから入るのってあんまないじゃん。でなんか転調も微妙にちょっとだけ転調してくるじゃん、いろんなとこが、うん、そこがやっぱジャズマンの心くすぐってるんだろうね。そうだね、そうだね。でサイズもやっぱりジャズのサイズなんだよ。ああそうか、うん、AABA でしょ。だからなんかハマるね、これは、うん、いい曲です。確かに、うん、で譜面もねないんだよ、探してもインターネットとかで。あ、そうなんだ。うん、まあ、もうちょっと探せばあるかもしれないけど、うん、これ私探してダウンロードして、まあ、耳でも撮ったけど、うん、歌詞を探してやって、いいね、うん、そんな感じで最近どうですか。なんかまあまあ元気でやってますけども、あの最近、まあ、明日も本番があるんですけども、あの僕のね専属の同級生の、まあ、最近もうメジャーデビューして15年になる大橋トリオくんの、まあ大橋トリオくんとか、トリオくんっていうのはおかしいけど、まあ大橋くんの、まあ、サポートをやってて、まあそのまあビッグバンドと、まあちょっとジャズっぽい感じのやつのプロジェクトで、うん、明日は、渋谷オーチャードホールか、おおすごいね、と、その23日は大阪のオリックス劇場ってところで、大きいところでやるんで楽しみです、うんうん、なんで結構リハが続いててね。ね、そういうのさ、うん、意外となんかあのこれ一応ポップスの枠でしょ、まあまあそうだね、ジャズミュージシャンを集めたポップスのなんかあのギグなわけじゃん、まあ 現、うん、そうだね、現場でしょ、うん、でジャズの現場とさなんか違いがあるのかと、そうだね、みんな気になるのかな、ミュージシャンの仕事ってどんな感じなんだろうって思うかもしれないね。そういうのちょっといろいろあるからね、本当に、うんうん、でさリハって言ってもさ、あれじゃん、4回リハがあったでしょ、1個のショーで。まあね、うん、で1日帰ってこないじゃん、行ってきます、まあ、うん、結構長さだもんね。まあ11時から7時までまだ8時間とかリハーサルだもんね、うん、大体ね、うん、で、まあ、機材全部持ってってさ、そうね、まあ機材もやっぱ違うよね多少ね、うん、そのいわゆるこういうイヤモニ使ったりとかね。あ、みんなつけてんだ。いや、あ、本体はつけてないけどリズムセクションはみんなつけて、うーん、あ、そういうのも日本に帰ってきて僕は初めてやったんですけど、実はこのね、うん、日本に帰ってきて初めて日本でした仕事はそのリトグリっていう、リトルグリーモンスターっていう、まあ歌の上手なアイドルグループっていうか、うん、まあみんなこれを見てる方々はご存知の世代か分かんないんだけど、うん、まあそれのサポートやらせてもらって、もいきなりそのいわゆるトップクラスのスタジオミュージアンのその現場にいきなり飛び込んでしまって。そうだよ、だっていきなり帰ってきてさM ステとかに出てるんだもんね、あなたね。そう、実はね、そうそうそう、人が出てたりしましたけども、うんうん、まあ、YouTube でもなんかその僕のそういうポップスやってるねリンクちょっとつけておきますんで、うん、でもどんなとこが違う、なんかどんなとこが違う、機材持ってくの、ギター何本も持ってってるよね、それも違うでしょ。まあそう、何本も持ってってるね。何本持ってってるの、気になるんじゃない今回みんな。ギター好きな人、今回は使うのはでも何と何とか言って、あ、ストラトキャスターと、はい、いつものの330、うん、ギブソン、まあ、今回は割とそのジャズっぽいのが多いからまあそれ使うんだけど、まあ、あと、まあ、これも一応持ってって、うーん、1曲使うかもしれない、ちょっとでも昨日変更があったかもしれない。あ、そうなんだ、あともう一個5段っていうあのナイロン弦のやつは使う、あとはなんつうのアコギは使う、うん、スチール弦のアコギね、それもまあでも1本
大橋くんのも借りるから、まあ、結局5本を引き分ける感じなのかな。へー大変だね。まあ曲によって、うんうん、でまあその、まあそのジャズと違うのは、まあ、ジャズっていうのはまあ基本的になんつうんだろう、まあジャズでもいろんなジャズがあるけどね、うん、その例えばもっとアレンジされたさ、うん、ビッグバンドとかだったらもう弾かれたパートがあってそれを弾くとか、うん、ねあったりとか、まあソロって言われたところでソロっていうんだけど、まあでも基本的に音色ってそこまでさ大きく違わないし、ギターも何本持ち帰るっていうのはあんまりないんだけど、うん、まあポップスはやっぱそういうねその曲に合わせた、まあ割と幅が広いじゃんやっぱさ、うん、ポップスってさ言っても、ね、だからそういうのをやってます。はい。でなんか休みなしでずっとやってるわけ。まあまあもちろん休みは取るよ、うんうん、休憩あんの。休憩あるよ、うんあるつもまあそれもいろいろだけど、そう、うん、まあまああるけど、ある休憩の間にだから例えばちょっと機材の調整したりとかさ、あまあね、いろいろなんかそういうこともやってる時もあるし、うん、まあまあでも、うん、あとそうね、ジャズっていうのはやっぱりそのまあ僕のやってる限りはだけど、やっぱり自分をもうそのまま出せばいい感じなんだけど、うん、やっぱそのポップスっていうのはそのそうじゃない時もあるから、まあもちろんそういうのが求められてる時もあるんだけど、うん、そうじゃなくてもそのこういうサウンドが欲しいっていう時もあるからね、ニーズに合わせて、ニーズに合わせてフレキシブルに、あとそのやるのがやっぱ大事なんだなと思わされるこの頃でございます。はい。うーん、そうか、うん、やっぱあと関わってる人の数がやっぱ多いからさ、まあね、今回なんて、まあ、15人かな、バンド、バンドはね、うん、それプラス、それプラスその何あの音響の方だったりね、ライティングの方だったりいろいろ関わってるから、うん、ね、まあまあジャズもそういうのもあるけどさ、うんうん、でもやっぱり基本的に、基本的になんかジャズクラブでやるギグとかはもうただその場で行って、うん、まあまあ事前にリハーサルする場合もあるけど、ほ、うん、まあしない場合も多くて、うん、そういう場合はクリコなんて結構日本に帰ってきて大半のやつは当日リハのものとか多いんじゃない。そうだね、自分のレコーディングとか自分のバンドとかだったら、余裕とかもねリハやってた、リハはやってた、うん、じゃないとなんかで、まあ、UOU の凝ったことはできないもんね。そう、うん、UOU のなんかライブ来てくれた人はなんか言ってくれてたけど、うん、なんかやっぱすごい譜面をリードシートとかをポッと1枚だけとかのやつがあるかもしれないけど、その中でいろいろどういう風にしていくかっていうのを練って面白くしようとしてるから、あとメドレーもやったりとかね。そうそうそう、だからリハーサルが必要だったね、うん、結構やったよねリハーサル、みっちり ね、うん、でも私がいつもやるようなジャズギグは本当に1時間前に行って、うん、もうちょっと弾いてこの曲とこの曲とこの曲やるからって言われて、まあ、譜面があればいいけど、譜面がないやつはもう全部覚えてなきゃいけない、覚えてるやつからやるって感じかな、うん、ああ、うん、あの僕はあのニューヨークの時ね、まあニューヨークの時もする話もさしたら面白いじゃん、うん、あのまあサルサバンドを最後の方やつ、うん、それはだから18人のビッグバンドなんだけど、うん、サルサね一回もリハーサルしたことない。あ、そうなんだ。いきなり本番、うん、で僕は初めて行った時は本当にサルサのサの字も知らないで行ったわけ、サブでね。それでリズムとかも分かんなかったりしたんだけど、まあもうそれはもうやるしかないからなんかやったんだけど、うん、それでそれから勉強するようになったんだけど、でもその人たちもやっぱビッグバンドの人もさ、もう本当やっぱ譜面が強い人は強いからさ、うんうん、もうその場でバーってできるんだよね。あ、私一回すごいことあって、あのね、うん、まだ学生の頃に電話でかかってきたわけ、うん、で誰々から電話番号聞いたんだけど電話かけてますみたいな、でもその誰々っていうのもわからない人だったわけ。ああ、だからどうやってどういうつながってる、まあいいけどって、クリコギグがあるから、でしかもコネチカットでギグだからって来てくれって言われたわけ、うん、で迎えに行くからって言って OK みたいな、まあやる曲はあのナットキングコールのあのトリビュートのコンサートだからって言うから、うん、あ、ナットキングコールだったら、まあ、なんていうの、スタンダードみたいなのが多いからシンプルだなと思って OK って、じゃあ何時に待ってるねって言って、そしたらうちの前に車が来たわけで、車乗ってベース持ってブーンって行って、まあ、全く知らない人だよ、
お金いくらもらえると場所っていうかコネチカット州に行くんだっていうのしか知らずに行ったので、ね、結構危険だよね。でもそういうの平気でするよね、私たちって。やってたね、うんうん、それで着いて、ま、その頃ボストンに行った時だから、ま、ね、2、3時間かかるのかな、まあ、かかるかもね、うん、まあ、そのくらいの車で行って現場に着いて、で3人だったの、ドラムレスのギターとベースとピアノかな、あとその歌の人、うん、で歌の人がなんかいないわけ、うん、リハーサルっていうかサウンドチェックでね、でクリコこんな感じの曲だかって、あのギタリストがその、うん、ミュージックディレクターみたいな感じで、ここ僕がカウントしたら入ってねって言ったから OK っつって適当に合わせて、あ OKOK っつって、じゃあ本番ねっつって、ナットキングコールの人はいないのかなと思ったら、いきなり入ったらすり鉢状のステージで真ん中にミュージカルだったわけ。おいきなり、うん、それで本番だよ。でそのナットキングコールの人も多分役者さんだから、もう化粧とかしてたりとか忙しかった、衣装とか着て、まあ、でもこうやって入ってきてさ、あー今日はなんとかだって言った時にギタリストがこっち見て、ワン、ツー、スリーって書いて、あー行かなきゃみたいな。それだって360度みんな見てるからね、超緊張したよ。そんなはずだよみたいな、そういう現場もあった。わお、それすごい、それはすごかったね。まあでも結構いろいろ修羅場くぐり抜けてきたよね、ある意味そういう意味だよね、うん、いきなりさシンガーの人とやってさ、まあデュオとかでなんとかでもうなんか始まっちゃう時とかあるじゃん、なんかあるあるある。で曲のキーはなんだこれ分かんないで、なんかちょっと探しながらね、これか、店長わあみたいなさ、あるあるある。あ、冷や汗もんだ時もあったよね、あるあるある。なんか思い出すとうわーって。まあでもあんまり日本人ではそんななんか行き当たりばったり的なのはあんまないのかもしれない。でもこの前なんか結構難しかったっていうか大変だったのあったよ。だって あの大村智子さんとね、バイオリンの あとドラムのさ、うん、永山くんと私のバイオリントリオで、智子さんの難しいアレンジの曲をやるの、変拍子とかね、拍子とかを、うん、でコードがないんだもんね。コードがないから、うん、でリハもできないから、その時にサウンドチェックで、うん、もうなんかしかも店がその前まで使ってるから使えないみたいな感じで、だからもうしかもその時はツアー中だったからさ、忙しい時だったからもう必死になって曲を覚えてさ、うん、譜面見てさ、ここでこうでこうでこうでって言って、それでもなんかもう大変だったね、うん、そうね、まあ大体そうそう、あのまあ一つ言えるのは、大体もうなんかもう1年前から準備できるような状態っていうのは大体ない、全くない。だから今回のそのまあ大橋くんのね、すごいいい曲ばっかりなの、うん、だからまあ楽しくてぜひみんなにも聴いてほしいんだけど、まあみんなね知ってるかもね、うん、あのまあ曲が決まったのはだから割と最近じゃん、うん、1、2週間前じゃんだその間にバッてもうなんつうのしっかりできるようにしなきゃいけないから、そうだから言えるのはあれだよね、もういつでもレディーにしとかないと、しといた方がなんかこういう、うん、何ことをもしね仕事にしようと思ってる方が聞いてるとしたらね、ということなんかチャンスっていうか、そのどっから来るか分かんないからね。で俺もさサルサやるって言ってさ、まあ、飛び込んでみながらよかったけど、まあでもその時になんか、うん、まあもうそれはもう感覚でやるしかないわけ、こんな感じかなと思ってやったのがまあよかったみたいな、それでなんかまあなんかレギュラーになってしまったんだけど、うん、なぜかそれから学んだ、うん、でいろんなやっぱその世界のルールがあるから、それをねそうそうそう なるべく早く学んでね、そう、うん、ジャズとはいえさ、なんかやっぱりちょっとみんなそれぞれポップスのねなんか、うん、世界もあるし、やっぱそのサルサの世界もあるし、そのミュージカルの世界もあるし、そうそう、あと私はキャバレーの世界もやったの ね、ニューヨークの、ね、それはちょっとまた違うからさ、うん、それはもうなんか全部がショーになってるから、うん、セリフがあってなんかこう MC じゃないの、もうセリフになってるからちゃんとしたなんていうの、それこそ脚本書いてる人がいて、うん、もうなんかその人があのもう雇われてるわけ、うん、であなたそこちゃんともうちょっとそう言いなさいとか、そこをしなんかリハーサルとかしてなんかいろいろあるよね、うん、ジャズといえどもね、うん、
そうね、うん、あれって一緒だよ、まあ、そう何と言いつつこの番組はね本当に何にも決めてないんですよ。まあご存知の方、でもあれだよね、この前生徒さんに台本とかあるなんかちゃんとそのカメラの後ろに、ね、カンニングペーパーとか置いてるんじゃないですかとか言うぐらい、あそうなの言われたの、しっかりテーマが決まっててって言われたけどね。そう全然何も決まって何もない、うん、今日の曲だって今日の朝決めただけだけどね。そう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 、まあ今昼ぐらいだけど、そうそうそうまあそんな感じですけど、そんな感じですね、まあ、ここはね、ここはそんな感じで成り立ってるけどね、うん、まあなんかそうだね、まあそんな感じで、もうとりあえずなんかこれとこれで、うん、まあ、これとこれでなんかいつでもレディーにしとくっていう感じね、いつも、うん、そうだね、だから練習もずっと、うん、あサボらず毎日やってるじゃん、もういつでもなんか弾いて、うん、なんかこう準備 OK みたいにしとくよね、うん、あれ富永愛さんが言ってたよ。あ、そう、あのスーパーモデルの富永愛さんはいつでも裸になれる準備をしていてさだからそれくらいもうレディーにして、俺もじゃあいつでも裸になれるように準備してるから今でも大丈夫はい、じゃあすいません、はい、ということで、はい、なんかいかにもジャズっぽい現場のあれでやってみますか。え、ああ、じゃあ最後の曲はそう、大体ね、そうニューヨークでね、まあニューヨークはほぼ決まってないジャズのやつが多いよ。ああ、もうなんか結構こんな大きいステージも曲順とか決まんないんだっていうこともあったもんね、うん、全然、うん、だから結構ヒヤヒヤだったよね、うん、あ、それはなんかこの前のさ、うん、なんか一緒に仕事したり、まあニューヨークに住んでたベースの方ね、アメリカ人のと一緒に仕事した時に、その僕がニューヨーク行った頃にさ、プリーチャーっていうオルガンの人とやってたって、本当にその人の仕事は彼が何の曲かも言わないで弾き始めるから、本当耳を頼りに弾くしかなかった。で、何の曲かも終わっても分かんないみたいな、あの俺が知らないからね、うん、でもとりあえずこのいつもオルガンの後ろにセットアップしたんだけどね、それでなんかそう彼の左手をちょっと見て、そうよくやった、私も左手よく見てた、とりあえずあこれねみたいな、さ、私もピアニストの左手はよく見てた、うん、ベースが分かるから、そうそう、それでやったりしてね、そうそうそう、まあでもやっぱりその耳を鍛えて、うん、置くのは大事だし、やっぱいろんな音楽聴いとくのは大事だしっていうのはやっぱ未だに思いますね、うん、てかやっぱそうやってサバイブしてきたんだよね、それじゃないとやっぱそうだね、そういう生きていくにはね、ジャズミュージシャンでして生きていくにはやっぱこう、なんだろう、やっぱ、うん、必死だったんだろうね、なんか必死っていうか、まあまあそういう感じだったね、うん、やっぱこれヘマするともう次ないとかあるもんね、うん、なんか特にジャズに関して言えば、そのやっぱ譜面がない状態がすごい多いってことだよね、だからそれはなんかその日本のシーンと違うのかなと思った、昨日そんな話をしてた、うん、なんかその昨日そのねバンドの人にね、ニューヨークの何セッションと日本のセッション何が違うんですかって言われて、うん、やっぱり譜面があるかないかかなって一番の違い、うん、誰も譜面見てないからね本当にね、うん、日本は結構みんなくれるよね、みんな見てるからね、うん、渡してくれるし、うん、だからでもそのなんか、いや僕が、まあ、ちょっと話長くなっちゃうけど、うん、ゴスペルバンドにもやってたことあってね、クワイヤーで、うん、一からもう全てが譜面がない世界なんですよ、ゴスペルの世界ってほとんど、うん、まあまあいろんなゴスペルがあると思うんだけど、僕のやってたのはもう、全くなくて、結構複雑なコンテンポラリーゴスペルなんだけど、うん、全部もう耳で覚えるしかないわけ、だからだって書けないの譜面、コードも分かんない、うん、人がやってたから、うん、だからそういうのは結構ね、まあでも日本でもあんのかもしれないけどね、そういうとこもね、例えば ね、その伝統芸能の人とかは多分そうやって覚えたりするんだろうね、師匠は何も教えてくれないで見て学べみたいなさ、まあね、まあでもそういうのも大事だよね、うん、感覚で学ぶのって大事じゃん、うん、やっぱ音楽って思うのはさ、子供の頃からやっぱ読んでさ練習始めるけど、やっぱり音が最初だからさ、英語もそうだよね、うん、書いて文法とか書けるかもしれないけどテストで、うん、だけどやっぱ喋れないっていうのは、やっぱ実践あるのみかなというふうに思います、うん、はい、はい、じゃあまあそんなわけで、じゃあなんか弾き始めてみよう、じゃあどうぞ弾き始めてみてください、thank you.
ありがとうございました。また質問とかコメントとかお願いします。ありがとうございます。バイバイ。ちょっと打ち合わせと違う曲やっちゃったね。いいんじゃない。